ゃあまずクラッシュ100いきます、ね、予想はしっかりなってイーボレーがいくと思います。はい、お願いします。予想通りむちゃくちゃいいです、はい、やっぱりボレーはね、乗った方がより乗った方がコントロールしやすいので、インパクトしてから乗ってそこからコントロールしてる感はすごくあります、はい、非常にコントロールしやすいです、ね、乗ってる分コントロールしやすい、はい、はい、今度はね、100ツアーの方行きます、ね、やっぱり先よりね芯があると思うので、バシッと打てるに違うかなというふうに思います。行きます。お願いします。はい、イブリアさっきよりもラケットの重い分、ラケットの重さでもボールは飛んでいくし、インパクトしてから通信が残ってる感じがするので、バシッとね、打てる感じがします。さっきの100よりもこっちのツアーの方がしっかりとボールを潰して打てる感じがします。はい、はい、次はね、ウッドのジャック・クレーマーでボールを打ちます、ね、どれぐらい乗るんでしょうか、ね、楽しみです。はい、どうぞ。より重さがあるので、ちょっとね、最初は遅れがちなんですけども、でもしっかりこう真ん中にヒットした時の感触っていうのは、独特のやっぱりウッドのね、感じがあります。ちょっと包み込んでくれるような、しっかりと乗ってくるような感じがあります。感触としてはクラッシュの100も非常に近いです、はい、ただガットがちょっと緩いかな、はい、緩いから足元がね、シャキッとしませんけども、これをしっかりとガットをしっかり張って、ボールを打てば本当にクラッシュの感じになるんちゃうかなというふうに思います。はい、スマッシュはクラッシュの100も100ツアーもそうなんですけど、しっかり乗ってボールを潰してくれる感があるので、バウンドしてからがすごいです。インパクトした瞬間ってそんなにこうボールを潰してる感じじゃないんですけど、多分ボールが乗ってるからパワーがそこから発揮されて、で打った後バウンドした後の跳ねがすごくねいい感じがします。これ多分サーブも非常にいいんじゃないかなっていう感じがします。はい、ジャックプレーはね、はい、スマッシュですけども、クラッシュと一緒でやっぱりこうしっかり乗って
で、ボールをね、潰してる感があるので、バウンドしてから伸びがね、すごくいいです。多分ラケットの重さもあると思うんですけども、重さでもボール飛ばしてるし、ラケットインパクトしてから落ちてる感でボール飛ばしてるのもあると思うので、バウンドの、ね、伸びが非常に良かったです。では次ですね、サーブの方にね、実際行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあまずクラッシュの100からいきます。感触としてはしっかりとボールが乗ってるっていうのはあるんですけども、ストロークの時よりもしなりっていうのはあんまり感じず、インパクトしてからしっかりボールが弾いてる感じは僕は感じます、はい、ね、ちょっとスライスしますね。スライス、あえてね、スライスを意識したこう打ち方しましたけども、だいぶ乗るのでだいぶ回転かかります、はあ、スライス系のサーブの人はすごくね、いいかもしれません、はい、じゃあ次ツアー行きます。はい、次ね、100ツアーです、ね、打ってみます。今打った感じでいくと100よりもツアーの方が芯がある分、僕の中では100の方がボールに力が伝わってる感じは100ツアーの方があります。打っててこれものすごく気持ちいいです。スマッシュの時もそうでしたけども、インパクトした瞬間にボールが伝わってる感じ、はい、これは100ツアーの方があるのかなと思います。ちょっと次スライスいきます。クラッシュ100でも感じたことですけども、回転すごくかけやすいです、はい、でこっちの方がしっかりしてるからコントロールっていう面ではこっちの方がはっきり僕は分かるかなっていうふうに感じます。最後ウッドいきます。はい、じゃあウッドでいきます。ウッドで打った感じはラケットの重さがあるので、その重さを利用しながらボールをズドーンと打ったら普通のラケットよりもしっかり乗ってラケットの重さがボールに伝わってバウンドしてからの伸びがね一番いいです、はい、ただこうラケットが重いから肩の強い人はいいかもしれないけど、まあ、体幹がね、弱い人はちょっと難しいかなって思いますね。いや、僕も体幹のトレーニングはほとんど、ね、してないからこれ結構きついです、はい、次スライスいきます。スライスめっちゃいい、ね、
はい、今スライスを打った結果なんですけども、ウッドが一番回転かかりますね。多分これガットが柔らかいせいもあると思うんですけど、あのラケットが乗ってでしっかりと回転をかけて、でそこから押し出す感覚っていうのは、僕はウッドが一番回転かかりました。意外や意外、はい、でしかも、一本シャフト やから、それの分しっかりと、ボールに力が伝わってるのかなっていうふうにも思います。はい。